快晴の富士スピードウェイには GT カーのスーパーバトルを一目見ようと5万人を超えるファンが早朝から詰めかけ、グランドスタンド裏に設営されたオートスポーツブースも大にぎわい。ポールポジションを奪ったのは第2戦の富士で優勝を飾っているブラバム・ニールセン組のダークマクラーレン F1GTR、 2番手は第3戦で初優勝の小松武内組のファストロールセルモスープラ。佐藤監督も余裕の表情を見せる。シーズン途中の規則変更で若干ポテンシャルアップしたスカイライン勢では96年モデルを持ち込んだ鈴木近藤組が6番手、パナソニックは7番手。この辺りで是が非でも1勝が欲しい星野の目が光る。日産勢のポイントリーダー長谷川正弘は9番手につける。準備不足にも余裕を見せるのだが、うち木曜日から走ってるんです。それがシェイクダウンだったんですよ。というのは十勝の24時間とかそういうのやってましたんでね、うん、96してもフロントノーズなんか間に合わなくて9号つけてるんですよ。だから本当の96じゃないんですよね。リフトリフターがちょっと大きくなった分、低中速が良くなったかなと。最高速はほんの 2,3 キロ上がったかなっていう感じですね。まだまだマクラーレンやらスープラにはストレートはかなわないですね。 GT300 クラスでは前回の富士戦で優勝しているナインテンポルシェがベストタイムをマーク。2番手は3戦連続表彰台を目指す MR2。 まあ足回りのジオメトリーをちょっとやってきましたから、まあ、それが当たって、まあタイムが良かったかなっていう感じなんですけど。パーソンズシルビアは新型市販車に合わせライト周りを小改造しての参戦。ベテラン水野文則と若手期待の本山聡のコンビに注目。レースは56周250キロの長く熱い戦いとなる。開幕戦優勝以後不運が続く服部シューマッハ組は3番手。前回は最終ラップで表彰台を逃したサードスープラが8番手。ポルシェ勢最高位は12番手グリッドの総合警備ポルシェ。大幅軽量化も国産勢の活躍で13番手田村ディアブロ。今回がシェイクダウンのクローバ 993GT2 は18番手。24番手は前回エンジンを壊し調子の出ない第3ポルシェ。松本晴彦の GT 復帰で息上がるアメニア RX7 は28番手。昨年のクラス2チャンプ外国屋はエンジンをリフレッシュ。前回優勝と規定変更で80キロ増のワコーズ BMW は大苦戦。練習中にクラッシュしノータイムの準プラスとスカイラインまで39台が出走。ペースカーが高速オフしたところでグリーンランプ点灯。全車アクセル全開でダッシュ。56周の戦いは始まった。飛び出したのは2台のラークマクラーレン。これを5番手スタートの FET スポーツ、カストロールトムス、カストロールセルモのスープラ軍団が追う。予想通りの展開で始まった。4番手につける関谷、先頭の2台よりもまずは目の前の FET スープラをマーク。トップを走る61号車は今回フレッシュエンジンを搭載。ドラマム自身もドライビングに力がこもる。2番手を争うスープラ軍団に割って入ってきたのが今回ニューマシーンを持ち込んだパルソニックスカイライン。まずはセルモスープラを捉え5番手浮上。星野和義の次なるターゲットは4番手関谷のトムススープラ。ところが 100R コーナーの進入で関谷のマシンにトラブル発生。一気にパワーダウン。ピットは騒然。無線でマシンの状況を聞くトムスの太刀代表。なんかそんな模様です。
関谷のリタイアで6番手に浮上した鈴木アヌリのゼクセルスカイラインは5番手セルムスープラのスリップストリームを使って第1コーナー飛び込みでパス。ポジションキープが使命の竹内は B コーナーで突然テールが流れまさかのスピン。中段グループでは第3ポルシェとサードスープラがヒート。ポルシェはほぼレコードラインからターンイン、そのインに飛び込んだスープラ。ここで両者は接触、早くも荒れ模様の展開だ。サードスープラは左前輪パンクでコースアウト。どうにかピットまでたどり着くが修理に時間を費やす。一方の STP 解散ポルシェもミリアサスペンションを痛めてしまう。後方の混乱をよそに安定したペースでワンツーフォーメーションを築くチームダーツマクラーレンの2台。とはいえブラバムも人の子、ややオーバースピードで B コーナーに侵入。どうにか立て直すが失速。この隙にシューマッハが難なくパスしていく。シューマッハに負けては先輩のプライドが許さないとばかりに追い上げるブラバム。そして第1コーナー、シューマッハはコントロールを失いスピン、グラベルベッドに飛び出す。第2戦の富士でチームメイトの服部がスピンしたのと同じような状況で戦列を離れるシューマッハ。ピットに戻ってきたシューマッハはブレーキがすっぽ抜けたんだと訴える。しかし万事休す。GT300 クラスは車両規則の変更でガゼンポルシェ勢が優位となり、ナインテン、ゴールデンベア、カルテックス、タイサン、アイオートの5台がトップ集団を作り激しい攻防を見せる。マシンの仕上がり具合もほぼ同じなだけに、耐久とは思えないバトルが各コーナーで演じられる。GT300 の国産マシン勢は互いにテールツーノーズの戦いを見せながら必死に5台のポルシェを追う。MR2 対 RX7 の直線スピード対決は若干 MR2 が優位といったところか。激しいバトルを演じるアメミヤ RX7 とパーソンズシルビアの戦いも佳境。それではパーソンズシルビアのインカーカメラで戦いを見てみよう。逆 R は4速、アウト側には RX7 がいるので無理はできずアクセルコントロールしながらクリア。ヘアピンは2速、インを抑えられているのでここも無理は禁物。300R へ向けて5速までアップ。耐久レースだけにブレーキを温存する RX7、 思いのほか早めにブレーキングを開始しながら2速までダウン。元山としても相手のペースに合わせチャンスを待つのみだ。 B コーナーをクリア。ここから緩やかな最終コーナー、そして 1400m の長い直線につながるだけに加速勝負となる。的に勝る RX7 が相手ではスリップストリームに入るのがやっとで、横に並ぶこともままならない。思うような加速感を得られずイライラする様子が元山の左手の動きに出る。ストレートエンド、第1コーナーのブレーキング地点でやっと横に並び2速までダウンしてターンイン。一瞬リードを奪うことに成功。
ードに勝るシルビアだが、A コーナーへのアプローチは下りの直線。ここで再び RX7 が加速してくる。 A コーナーでは左に位置する RX7 にインを奪われ、順位は元に戻ってしまう。2台の戦いはなおも続く。しかしその戦いはあっけない幕切れを迎えた。パーソンズシルビアは羽石がラジエーターを直撃したのか水漏れを起こしオーバーヒート、パワーダウンに見舞われた。そしてピットイン、直しようもなくリタイアとなった。スープラ軍団はトムスがエンジントラブルでリタイアし、セルモがスピンで遅れ、残るは FET スポーツのみ。これに襲いかかったのがカルソニックゼクセルのスカイライン勢。12周目には直線スピードに勝るゼクセルスカイラインを狩る鈴木亜久里が FET スープラを1コーナー進入でパス。15周終了時点でトップ6のうち4台がスカイラインと、次第に上位を固め始めた。勢いに乗ったのは鈴木亜久里。20周目には星野を捉え2番手までジャンプアップ。好調のスカイライン勢の中で不運だったのは長谷見。直線走行中に突然左リアタイヤのトレッドが剥離したのだ。剥離したトレッドゴムはリアフェンダーを壊し、エキゾーストパイプまでをも曲げてしまい、長い間ピットに張り付くことになってしまった。レースも中盤、トップはブラバン組のラーク・マクラーレン。これをゼクセル、カルソニックのスカイライン、そして FET スープラがほぼ一段となって追う展開だ。トップを独走するブラバムがピットインしたのは27周目、ニールセンに交代。3番手の星野がピットに入ったのはそれから3周後。見事なルーティンワークを見て影山雅彦をコースに送り出す。ピットが慌ただしい動きを見せ始めた頃、第1コーナーで大クラッシュが発生。 GT300 クラスで検討していたゴールデンベアポルシェが転倒。エンジンは脱落し、マシンは仰向けとなった状態でガソリンが激しく漏れた。ドライバーの小林は車内で失神しており、極めて危険ということでセーフティーカーとともにペースカーも出動。遅めのピットインを計画していたチームにとっては大誤算。 FET スープラはベルトランガ賞にチェンジするが、予定が狂い1周のロス。そしてアドバン BPNSX も大きくロス。レースは再スタート。トップは完璧なピット作業に助けられたカルソニックスカイラインの影山。2番手にはゼクセルスカイラインの福山がつけ、序盤独走していたラーク・マクラーレンは3番手。その差はわずか。マクラーレンの追撃は始まった。第2戦の富士の勝者であるニールセンは気迫の走りで、グリップダウンしてきたのか挙動がおかしいゼクセルスカイラインをドライブする福山に迫る。そして39周目の第1コーナー進入でニールセンは福山を捉え2番手に返り咲く。4番手を争うのはプレ R33 の近藤雅彦とヒットインの遅れを挽回しようとする賀翔。さすが元 F1 ドライバー、初めてドライブするスープラを巧みに操り、直線スピードに勝るスカイラインとサイドバイサイドのまま直線を駆け抜け、第1コーナー進入のブレーキングでパス、4番手の座をゲット。GT300 クラスではナインテンポルシェが独走。
国産マシン勢は井村屋 MR2 とファミリア RX7 が3番手の座をめぐって最後の攻防を見せる。残り5周、第1コーナーで RX7 がついに先行。MR2 はエキゾーストパイプが壊れ、その影響が次第に広がりスロー走行。最後は B コーナーで息の根を止めてしまった。ファイナルラップ、ニールセンの追い上げでその差は5秒1まで縮まったが、ここまで2年リングチャンピオンのカルトニックスカイラインは見事な逃げ切りで今シーズン初優勝。車両規則変更が幸いしたのか、スカイライン勢は4台が入賞を飾る結果となった。 GT300 ではポルシェが 1,2,4,5 位、国産マシン勢では RX7 が唯一3位に食い込んだ。シリーズでは9点と対3が同点トップ、激しいチャンピオン争いが残り2戦でも続くことだろう。ドライバーチェンジして、ペースが入ったでしょ。で我々だけリアタイヤ返ってたんですよ。すごいマーチがあって、だから逃げられた。まあでも今日はね、最高のレースです。ああ、頑張ってきます。いや、まだ頑張ります。GT500 クラスでは今回2位に食い込んだダークマクラーレンのブラバム組が14点差でトップを守るが、スカイライン勢の熟成遺憾ではチャンピオン安泰とは言えない。まあ、影山がそれで走りですごくマクラーレンの追いつかれるのをなんとか逃げてくれたんで、まあ、それが大きかったと思うんで本当に良かったと思います。小島さんとアグリさんの激走を見せてね、だん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 燃えてきて、まさかでもマクラーレンにね、目いっぱい行ってやろうと思ってましたけど、まさかここで勝てると思わなかったですね。でも本当にみんなの力で運動一生懸命頑張ってると、こういうことあるんですね。次もみんなで一生懸命頑張ります。96年全日本 GT 選手権は第4戦から施行された新車両規定のおかげで、チャンピオン争いは大きく流れを変えることになりそうだ。シーズン開幕当初はマクラーレンの圧勝との声も聞かれたが、新規定の導入でマクラーレン、スープラ、スカイライン3社のマシンポテンシャルの差はなくなったようにも思える。ワックスの強力なバックアップを受けるトヨタ日産勢は打倒マクラーレンに燃え、より激しい戦いを我々ファンに見せてくれることだろう。最強 GT カーはマクラーレン F1 GTR か、それともスープラか、はたまたスカイラインか。その機運を決する戦いはトリッキーな相撲、そして毎年ドラマを生む峰で行われる。ハイレベルの GT バトルに期待したい。